スーパーチャットありがとうございます。グッズ戦争、グッズが何あれなの、何のグッズ、アクキー、売り切れたんだ。なんでランダムだらけ、売れたんしょ。ビビりすぎておなら漏らしとるやん。そりゃ売れりゃランダムにするよな。サバ落ち、そんなやばいね。コンプリートセットがあるんだ。更新しまくって買えた、めっちゃ買うじゃん。ゲマーズポスターとか出てるんだ。へえ、ゲマーズまとめ売り、そんなあるんだ。福沢くん推しじゃないからあれだけど、ランダムにされるとやる気なくなって転売買っちゃったりするわ。あんまね言わない方がいいかも。転売買うのってあんま認められてないよ。ダメだとは分かってるんだけど、万引きする主婦みてえだな。だからこんぐらいのリテラシーのやつが買ってるわけでしょ、転売を。だ、環境のせいにして転売を肯定するわけでしょ君。それは良くないよ。損傷を与えた。まあ気持ちはわかるけどね。だって限られたお金の中から欲しいものを手に入れるために転売に手を染めるわけでしょ。理性とのせめぎ合いだな、モラルとか。先生、転売は良くないっすよ先生。また先生転売するか。漫画家、漫画家の右手、指一本15,000円。交換 NG とかあるんだ。ってか交換ってあるよね、よく。まあそりゃ転売買うわな。気持ちすげえわかるけど、なんかな、もうなんだかな。だってちゃんと買ってるやつもいるわけで、もう仕方ないよね。公平じゃないのが、なんか世の中を公平だと思っちゃいけないぞ。理不尽が当たり前。もうあの金を持ってない生まれ、自分のもう年齢、努力、全てを恨んで転売を買わないでください。ドンマイ。まあだからバカが多いんです世の中。なんかね、転売なんか大中小で中なだけで、絵の著作権とかの理解とかもないじゃん。マジでね、環境による、教えてくれる人とか界隈とかによるし、平気で人の絵をアイコンにしてる人とかいるわけじゃん。自分の LINE のアイコンとかならまあいざ知らず、 Twitter でツイッターのリップで漫画の切り抜きを改変して貼るみたいなさ、あんなんて普通ありえないらしいぞ。俺もねその辺はマジで疎かったけどいやコメ欄にもいるだろうな、そういうやつ。俺なんか暗黙なだけで、厳密にはブリって感じらしいぞ。ネットリテラシーは難しいね。まあ個人個人で管理してください。何、ちょっと待って、なんか戸を叩かれてね俺ら。
初見じゃないのに今までコメント残さなくてすみません。いやいいよ、むしろロムリテ。いつもクザさんのいい声聞きながら勉強してるのでとても助かりました。今日は初スパチャを送らせて、何なんか俺らヤバくね。敵のガスじゃねえかーって。なんだこの地獄。ここはまずい、映るぞ。いってー、まあカスタムかよ。何、台湾人で日本語勉強中ですので文法間違ったところがあったら気にしないでください。このスパチャを見た人たちが幸せになりますように祈ります。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。地獄です、これは。私の視界が良好だ。モルモットのためにまた一つ変数を用意した。シンプルいい人、スーパーチャットありがとうございます。ウザーの絵を自分で描いてトップガンにするのはあり。ありなんじゃない、さすがに。いや俺もねその辺知らないんだよね、あんま良くないってだけで。近くのリングが閉じるまであと1分。なんだろう、マジで全部暗黙の了解なんだよな。ただ俺は企業に入ってるから訴えられた時に勝てないのよ。もう勝つ要素がないわけよ。だから俺があんまねえんだよ。だから俺はしないけど、ぶっちゃけやっちゃいけないけど、多分個人でやってる人は何にも実害としてはないんだろうね。実害としてないだけでやっちゃいけないことに変わりはないだろうけど、あと個人使用は問題ない場合がほぼ。いちいちさ、ああその画像うちのですねって言ってくるわけでもねえからさ。なんか物資取れそうだぞ。痛みー。後ろ？お。敵を確認。やっちゃっちゃしいということで、ナイスナイスナイス。まだ全てが見えない。ちょっと待って。オッケー、大丈夫大丈夫。はあ。ごめん。スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャットありがとうございます。シエシエ。一回勝てなくて涙出ます。クザさんの笑顔ください。クザは笑顔になりません。苦しかったこのゲーム。